ね、早稲田と慶応の過去問の結果入っていきたいと思います、はい、全部間違ってるんですけど時間がなくて結構むずい結構むずいっていうか当たり前だもん早稲田だもん本当にに関しては知識がない日本人は押さえといてくださいめちゃくちゃ大事です、はい、お題始まりましたマテチャンネルさあ今回はさてさてではやってみたいと思いますが今回はですね早稲田と慶応の過去問の結果、はいはい、見ていきたいと思います受けるのが早稲田は商学部と教育慶応が商学部と文じゃあはい見ていきますね、はい、早稲田商の、はい、2022年の結果いきたいと思いますはい、はい、英語が第1問、はい、10分の6会話ですね、はい、うん最後のこれ並び替えだったっけこれこれって並び替えです並び替え間違ったでもなんか2個紛らわしいの入っててああなるほど並び替え全部間違ってるんですけどちょっと時間がなくて間に合うためには捨てるしかないと思って、うん、ちょっと全部捨てちゃいました、まあ、パッと見ては無理だと思ったらもう次のダイブに行きました、うんはい、続いて第2問13分の9ですね入る、はいはい、第3問12分の8、はい、また並び替え無視ですねはい並び替え無視です TF は合ってたっぽい、うん、TF は合ってましたいいピーポーなんか知らんでしょこんなんねはい、全然知らないですレイマンっていうのが元々の使い方ですね続いてが11分の7、はい、エルサルバドルとビットコインね、はいまあ、仮想通貨暗号資産は流行りだって言ってねやっぱ出てきたってやつで、はい、出てきましたありがとうございましたみたいな来たからねそして第5問が13分の9はい、はい、長文あれ書いて持ってきてないから分かんないよその人何の長文だよねということで全体としては63分の39、ま、ちょ独自計算独自計算だから分からないのこれ記述だけ一応3点でそれ以外1点だそれ記述全部落としちゃうんで3点かは分かんないけどね、はい、分かんない2点の可能性だって全然あるよ並べ替えだもん所詮2点だったらもうちょっとパーセント上がりますまあ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 ではありますね安楽死と曖昧さ、うん、あ漢字ができた早稲田はなんかあんまり難しい漢字出してこないよで11分の8現代文、はいはい、続いて古文今鏡だ、はい、7分の4これ結構落としちゃう結構続いて漢文漢文が4分の2 はい、はい、ということで漢字だけ合計1点でしてあと全部1点で22分の14 63% 6割かちょっと厳しいですねこれ、はい、続いて世界史まず第1問が12分の9はい、続いて12分の8、はい、で第3問が12分の7で最後第4問記述ですね記述がボロボロですねこれ第4問めちゃむずいんですよね小学部の18分の8とはあケネディラウンドね、はい、はいはい有名ですねいやこれなんか消防学部ちょっと世界史難しいですこのね論述は本当できない人がほとんどだからねあそうなんですか、うんしかも回転高いらしいんでそうなのもうちょっとやばいなただその前までを取れてないとダメ話にならないっていう今日先生言ってたと前も結構むずいかったですよ結構むずいっていうか当たり前だもん早稲田だもんそれは最高峰の難しさだよ、はい、世界史は結構最初からむずいやんと思いながらちょっと解いてましたよく勉強した自分自身もだいたいまたこれ独自計算ですか最後の記述だけちょっと配点大きくして、うんはい、54分の32 59%、はい、この採点が合ってるのかは分かりませんが、はい、なるほどって感じかな、はい、まあ6点分6割ぐらい、うん、したら今日本当に6割取れてるんだったらね今の状態だったらまあ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 って感じですけどねただ早稲生なんでね英語もっと取れなきゃいけないんだ、はい、それはちょっとやっててこれは解けなかったのか俺みたいなそれそうあります。はい、続いて教育の20年教育めちゃくちゃ難かった年じゃない。そう2022年はいきなり急激に難しくなりましたんで英語まず第1問10分の7ダーウィン、はい、ダーウィンですねこれもダーウィン嫌いになったとかいう声いっぱい来たし、はい、次は人類初の赤ん坊の世話をしたのは誰かねはいはい、はい、10分の5、まあ、確かに、ね、赤ん坊で初めての人間だったらその人間を世話した何かがいるっていうことね、はい、次が気候不安にかかった人に手を貸す人たちこれ10分の5また半分ですねはい、難しかったですこの、ね、半分10分の5は2連続でそして第4問がボロボロですねこれまた10分の4これダブルパッセージのやつ、はい、そうこれ本当に出来が悪かったんですよやっぱりねそう過去もう早慶の、まあ、授業ずっとやってきて本当にレイシズムに関しては知識がない日本人は人種差別に関しては、はい、マジで知識がなさすぎる自分背景知識あったんですよこの問題ないですニュースで見たことあって気がして、うん、だったら取れるえそうですこれだってこれは問題見た時にもう超簡単じゃんって思って解いたから、ね、でもやっぱり生徒たちはボロボロだった照らし合わせてか2つどっちも理解しないと解けないみたいな、うん、
がちょっと難しい。まあ理工と比べりゃだいぶ照らし合わせ簡単だし、理工やばいです。理工はもっと難しいけど、だからやっぱりどういう風にレイシズムと大学入学っていうのの歴史的にどういうのがあるかって知ってたから、はいはいはいみたいな感じで、やっぱ読みまくって知識がいっぱいあるとそれだけで違う。その通りだね。もちろんもう早慶も過去の問題、どんだけ人種について出てるかアメリカの。まあ難しいとは思います。触れてこないんでね、日本人って。その辺難しい。はい、ではパーセンテージが40分の21、これ独自じゃなくて全部、はい、全部1点にした場合 52%。 まあ厳しいよね。ただもっと取らなきゃいけないです。やっぱ合格する人は全然6割ぐらいですは欲しい。今の段階でまあ6割は欲しいかな。7割とか取れてるんですかね。取れちゃう人取れるよ。だっていやむずいけど、教育として見ればむずいだからね、あくまで。だから社学からすればめちゃめちゃ簡単だもん。社学のレベルからすれば、あ、そうなんです。社学でこれだったら超ラッキーだもん。以下だもん、超簡単。レベル半分ぐらいになってるみたいな。あ、いやむずいっすね社学は。ここが風向についてなんだ。第5位が8分の4。あらららら、もうきついなこれ。続いて大門に日本人と神9分の4。いや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 、これ漢字、これ漢字です。漢字ポロポロじゃん。いや激ムズの方出ました。で公文です、次が夜の寝覚め。あー、あったね。14分の8。これもまあ低いですね。続いて漢文6分の4。いやまあこれちょっと採点しててこれもまたビビったんですけど、うん、低すぎ。そうですね。でこれで独自採点また言うと、いやでもこれ全部1点です。あ、全部1点だよと、はい、51%と、あ、はい、あ両方とも5割、はい、5割じゃ受かれない。いやこれ厳しい。続いて世界史大門1が12分の8。中世ヨーロッパか。あ、疫病ね。疫病めっちゃ出るから、はい、疫病本当に押さえといてください。めちゃくちゃ大事ですね、はい、コロナの影響で出やすくなってますので。あ、そうなんです。ペストとかが、そうそうそう、長文でも出ますかね、英語のね。続いてドイツポーランドね、はいはいはい、13分の12。おお、ほぼ正解じゃない。はい、これはまあ結構知ってた、まあ、多分全部分からなかったんですけど、うん、2択で当たってたのとかもあって、13分の12。それで次が12分の11。あ、これも1問しか間違ってない。はい、ジギムズ以外は全部取れたから。おお、素晴らしい。そして最後が13分の9。あ、ここ落としたかな、ちょっと、まあ、ここ2問中国史か、問題ミスがあって。ああ、そうなんだ。丸になってるんで。あったね、そういえば出題ミスしたよね、そういう教育。はい、はい、ということで50分の40、 80% と、はい、高い。いやこれはまあ結構嬉しかったですね。すごい。世界史だけやっぱ小よりは、うん、なんか簡単な気がします、ね、世界史は、はい、記述もないですし。おお、ということで早稲田はこういった結果になりました。はい、これで英語をまず何とかしてほしいっていうのが、そうです、はい、英語なんですけど、はい。続いてじゃあ慶章ですね。慶章ちょっとこれ間違えて2021やった。なんで21といたの。もう間違いが多いんだよ。あなた間違えてコピーして、とにかくミスが多いよ。もうね、もう普段からすごい忘れ物はするし、捨てちゃうし、なくすし、何度もですね、受験にマジで不向きだからです。うん、はい、これちょっとむずい。21年はそうそうそう、章むずい。なんで22やってこなかった。よりによってむずくなった教育とむずくなった章をやってきてるから、はい、できてないとこばっかじゃん。そしたら第1、9分の5。で次が10分の8、経済学ですね。続いてがダーウィンで、そう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 。あ、そう、ダーウィン出たんですよ、これ。そうそう、教育解いた後にこれ解いたんです。悪い人みたいな感じで出てきてる。教育で悪い人って出てきて、こっちは違う、別に、はい、いい人。ダーウィン自体はめちゃくちゃいますからね、はい、10分の7。続いて文法が7分の5。まだちょっとこ間違えたらわからない。持ってこい問題を。31と32間違ってます。次、あ、女子サッカーあったな、はいはい、7分の3ですね、はい、まあ選択肢で単語選ぶやつ。次が4分の1しか合ってない。ここめっちゃ難かったです。短いのがボン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 って続くやつだよね、はい、たくさんあるやつだよね。はい、続いて単語入れるもの。オポーズと間違ってる。オポージングしました。ちょっと間違えてる。続いて名詞形入れるやつ6分の1。これはダメです、間違っちゃう。本当ですか。はい、いや、これは基礎力がない。いや、はい、ということで、まあ、全体として 58% ぐらい、はい、うん、なるほどね。全部1で数えたってことですね。はい、全部1で。何分の何か書いてない。長文悪くなかった。はい、続いて論文テストですね。これどうやって採点すりゃいいんだって感じ。いやでもこれも書いてあるそのままなんで、計算でちょっとやっちゃったんですけど。大問1、18分の12。次が17分の11。それで
65%。はい、ちょっと厳しい。計算、本当だ、計算全部合ってないじゃん。単位を1個ずつ、これちょっといやらしくて問題が、100分の1をしなきゃいけないらしいんですよ、最初に計算する前に。ちょっと端っこの方に書いてあって、そのしないでやったら単位がずれてたんで、全部数は合ってた。なるほどね、まあ、そりゃそうですよ、そういうのを見する人間ですから。はい、ちゃんと見落とすね、ちゃんと見落としてるから。続いて世界史、大問1が31分の26、勝手に基準を3点にしてるけど、まあ、はい、続いて28分の18、うん、むずい。継承の世界史はもうちょっと取れたかなっていう感じあります、次は32分の19で 69%。 すげえな、38とかもあるもんね。だって選択肢60%ぐらいまであって、選択肢その中から適切なのを選ぶ、恐ろしい数だね。だから相変わらず覚えてないと時間終わんないよみたいな、1個ずつ考えてたら、という形でございました。はい、総計は難しいですね。はい、まだまだてか俺はそんなことより心配なのはそのおっちょこちょいさですね。はい、それで本番何かやらかさないかが一番心配です。そうですね、でも直せないですよね、そんなすぐには。いや直すんだよ。直しますちゃんと見直すとかね、設問を読むとかそういう癖をつけて、はい、トイックの場合はさ同じ設問だからさそんなん気にしなくていいけど、これは分からんからね。世界史とかもなんかあるんです、なんかちっちゃく誤りを選べって書いてある、そういうのはちょっと誤りを選べちゃんと丸つけて、誤りそれだけでも大事から、はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ごちん